バリューの真実。もしかして私のこと好きなの？そう、その気があると思うことありませんか？あります。あります。でも違うの？とか勘違いだったなんていう経験はありませんか？やばいよ、ちょっとダメだ。もうたくさんの勘違いが生まれちゃう。今日はこの勘違いやあなたがイラッとする原因を深掘り。そこにはあなたと他の人の価値観のズレが。10代の心理に詳しい公認心理師の小高千恵さんは、周りと自分のズレを知るということは、思いがけない自分の問題や弱点を知るということになるんですね。理想の大人になるための準備というものになります。それって私だけ？というズレからあなたの弱点を探します。はい、ということで今日は周りとの価値観のズレが気になって、それって私だけ？と思っている高校生に集まっていただきました。よろしくお願いします。一人にさせないよ。ズレなんてない。ない。今回取り上げるそれって私だけ？と思うズレは3つ。その気がある？という勘違いのズレ、そしてドン引きしたりイラッとした時のズレです。まずはその気があるから。プレゼンターはジェシー。200人の高校生のうち 68% がその気があると勘違いしてしまうと答えたものがあるというんですけれども、まずはこちらをご覧ください。はい、SNS に投稿した時毎回必ずいいねをくれる、さらにその服似合ってる、今度は一緒に行きたいなどの前向きなコメントをくれたりする。これはやばいよ。これもうね、求愛だよ ね。それはもう好きのアピール、嫌いだったらやんないもん。いや俺ないよ。嬉しいじゃん、あ毎回いいねをしてくれるわってなるよね。気持ちいいよね。だからあれハートなんでしょと前向きなアピールと捉えますが、それがずれて勘違いになるケースも。チェリーさんは実際に勘違いしたことがあるんだよね。はい、あります。毎回毎回いいねしてくれる人がいて、試しに DM してみたんですけど、そっから結構話続いて遊びに行くまでになったんですけど、遊びにいいやん。なんかその1ヶ月後ぐらいに違う彼女がいました。ああなるほど、それで勘違いだったのかもっていうことが発覚したんだ。いやー、そうだ。でも思うのがさ、チェリーさんがその方の投稿にいいねしてたことないのかな。あ、逆パターン、お返しいいねだったパターン。お返しいいね。いや、その人一個も投稿とかしない人だったの。一方的、遊びに行くまでなったんでしょ。そうだよ。めちゃくちゃ求愛じゃないの。そうよ、ね、だってもうクジャクだったらこれ広げてもね、この状態でしょ今。いや、そうよ。それでもダメだと、ね、チェリーさん的にはちょっといいなとかお付き合いしてみたいなっていう気持ちはあったの？うん、なんか趣味とかも一緒やって、そのなんか趣味のイベントみたいなのを一緒に行こうみたいな感じだったんで、そこまでしたのに。みすけさんも学校の友達から SNS で何度もコメントが来たそう。なんかその自分と話したいから、なんかその、はい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 、なんか送ってくれてるのかなって思って、きっかけね、きっかけ作り、そうです、なんかきっかけ作りでなんかできてくれてるのかなって思って、でそしたらなんか他の友達と話してたら、なんかあの来るんだよねみたいな話してたら、うん、私も来てるよみたいな、私も、みんなに結構だったんだ。なんかそう、なんかみんなに送ってるから、みんなちょっと自分に気あるのかなって思ってたけど、はいはいはい、なんか実はそういう人だったみたいな。なるほどね。だから、まあ、もちろんいいねをするのが悪いって話じゃないけど ね、 けどね、みんなみーすけと同じ思いをしてるかもしれないからね。コーチ気をつけてよ本当に。俺やってねえよ。お前やってないよ。このようなその気があるという勘違いはなぜ起きるのか、公認心理師の小高さんは心理学的に説明できると言います。
繰り返し同じことをですね相手にされると、まあ、好意とか興味関心というものを持ってしまう傾向があるんですね。でそれは単純接触効果というふうに言いまして、あの今回の SNS でのいいねとかコメントをね入れてくれるのはこれに当たります。ここで高校生からこんなエピソードが。僕はネットじゃなくてリアルの方であって、リアル教えて。休み時間とかによく目が合う子がいたんですよ。でその子も僕自身もその子が結構いいなみたいな感じで思ってたんですけど、でもなんかよくよく見てみたら他の男子のこともよく見てたらしくって、他の男子からなんでそんな見てるんだよって言われてるとこ見かけて、あ俺だけじゃねえんだなって思いました。ずっぺー目合うのはダメよね。そうね、ちょっとね、ウーバーさん、はい、さっきショーンが言ってた目が何回も合うみたいなこともさっき言った、はいはい、単純接触効果です。そうだね、はい、何回も何回も接触しているので相手がやっぱりそういう自分に好意を持ってくれると、まあ、そこに好きっていう気持ちがなくても興味関心は持つようになりますので、ね、興味が好きになっていくんですよね。そうです、好きが大好きになって。ただしやりすぎるとマイナス効果になるそうです。その気があるをもう一つ、プレゼンターは北斗。僕も似たような経験をしたことがあります、高校生の 60% がその気がある勘違いすると答えました。それはこちら、教室で2人で話していた時、今好きな人いるのと聞かれる。うわドキドキするね。これ言われた日からもうその子のことしか考えられない、ね、気になっちゃうからね。ジェシーとかに聞かれてもちょっとドキッとするもん。なんかって思うもん。ちょっと実際にリンゴさんも勘違いした経験があるということで、大丈夫です。ちょっと恥ずかしい話だけど、それはどんな状況だったんですか。ちょっと聞きたいね。同じ学年の、うん、あんまりこうかあの仲良く喋る男の子じゃなかったんですけど、うん、好きな人いるのって聞かれて、でなんか私のことちょっと好きなのかなっていう風に思ったら、なんかその聞いてきた男の子の友達が私のこと好きだったらしくて、あるあリサーチね、あるね。まあでもさ、それリンゴはさ、ちょっとその聞いてきた男の子のちょっとやっぱ気になった、その後。いや聞かれて一瞬普通にえっと思って意識したのに、うん、あれ違うんだみたいな。ちょっとちょっとねがっかりするじゃないですか。聞かれちゃうとちょっと一回やっぱ特別入っちゃうよね。北斗なんか似たような経験したって言ったなと思う。ございます。何があんの？数々の恋愛をくぐってきた男松村北斗。全然多分あなたそんなんじゃない。無理しなくていいですよ。お前なんか俺モテないみたいな扱いしてるけど知らないよ。あなたの中の本当にわずかな一つを教えてくれればいいですか。これね、あの小学生の頃の話なんですけど、はい、だいぶ遡る、大学で遡る。なんか高校とか二十歳ぐらいかなと思ったら、いやまあだから俺の恋愛の原点に原点聞こうぜ。あのねこれ好きな人教えてみたいな手紙が、ちっちゃい手紙を授業中、当時って授業中、そうあれでしょ、ノートの切れ端とかの手紙よね。そうなんかあのいくつか質問書いてあって、その中にこう好きな人はみたいな、みたいな気になった、思うでしょ。しかもその子なんかそうあんまちょける感じの子でもなかったのよね、だから俺あ、うん、好きなんだなと思って、うん、この子があ俺のこと好きなんだなと思って意識しちゃうじゃん。あ、まあ、で俺もそこうんってこうチラチラ見るじゃん。ご飯食べてる時とかもさ、まあ見るよな、全然ご飯進んでないし、何かの一仕草の後には絶対見るよな。そうそうそう。でもその後アプローチが全くないわけ。 あんまり全然こっち見ることもないし、なんか例えばこう遊ぼうとかもないし、なんだろうなと思って俺ばっか見てたら、周りからなんか北斗あいつのことすごいやっちゃってないって。なるほど。結構別にお前が好意持ってないって向こうは見とかないから北斗が好きなんじゃねえかと、そうそうそうっていう噂が立っちゃったわけだ。今好きな人いるのという言葉が起こす勘違いは、自分のことがこう好きであってほしいという願望から自分でこうフィルターをかけて都合のいい解釈をしてしまった結果、思い込みが強くなってしまったり、まあ行き過ぎると周りがこう見えなくなって弱点になってしまうかもしれません。なるほどね。そこで
今好きな人いるのって聞かれた時こうどう返したら相手の本音だからそれが本当に好きなのか何なのかをこう見極められるのか難しくねできるそんなということで今回こんな企画を用意いたしました。これから見てもらうコーチ、ジェシー、北斗のリアクション小高さん曰くその中に一つだけ心理学的に合っているものがありました。それがどれなのかをチェックしながらご覧ください。相手役はうちのマドンナ京本大我が担当いたします。この後10代の頃を思い出したのかややテンションが高めのメンバーにも注目。コーチへの大我のきっかけまで。コーチくんってさ、今好きな人いるの？好きな人もういるけどお前には絶対言わないけどね。逆に聞きたいんだけど、お前好きな人いる？いる。いやーなるほどね。でも今のどうかな。俺が感じたことはちょっとやっぱ文言長かったじゃん。動揺して感じた。ああそうね、俺もそう感じたね。私のこと好きじゃんって思っちゃったね。それは どっちの体だったの？本当に好きな体だったのか本当にいるのか。好きな人別でいる体でやってみた。別でいる体だったの？じゃあ勘違い。勘違いだ。勘違いが生まれちゃったよね今。続いてはジェシー。ジェシー君ってさ、今好きな人いるの？あ、好きな人いるけど言わないじゃない。タイガちゃんが好き。あれ本当に？そう。それ冗談でしょ。冗談じゃない、本当本当。ちょうどいい質問だなと思って、俺から言おうと思ったんだけど、そう。え、そういうの本当に信じちゃうよ。信じていいよ。ちょっと待って信じない。本音を引き出せた？いやまあ。なんかもう本音を引き出す前に自分がじゃ吐き出しちゃったから。吐き出しちゃった。我慢できなくて。吐き出す前に吐き出しちゃってるから。最後は北斗。北斗くんってさ、今好きな人いるの？好きな人ね。うん。え、なんかそんな質問する普通？え、なんか別に普通に気になっただけだけど。いや、なんていうの？普通はあんま出なくない会話に。え、そう？出ないよね。え、なんか出ないよね。動揺してる？出ないよ、ね。怖い。え、まあまあまあ、じゃあごめん、あんま言いたくなかったのかな。いや、ね、なんで聞くのかなと思って。え、なんか。え、なんで聞くの？今二人で気まずかったの。怖い。怖すぎる。あなたの作戦としては相手に吐かせるってことも。そうね。子供の時に恋愛感をこじらせすぎだ。三人のうち心理学的に女が出やすい返事をしたのは。言い方をちょっとソフトにしたら北斗くんなんですよ。あ、そんな質問する普通？なんていうの？普通はあんま出なくない会話に。出ないよね。なんで聞くのかなと思って。なぜ相手から本音が出やすいのか。あの、自己開示をしすぎず相手にちょっと聞いていくっていうところがポイントなので。おすすめはなんでそんなこと聞くのと自分の気持ちを見せずに質問で聞き返すことだそう。あ、じゃあ北斗のやつがもう近いね。意外にシンプルなことなんだな。判断の仕方は相手が返答に詰まったりもじもじしたりしたら自分の言葉に反応していることになり気がある可能性が大。一方態度が変わらなければそれは無反応なので興味本位で気がない可能性が高いと言えるそう。バリューの真実。この後はドン引きについて。あなたはどんな時ドン引きしますか？プレゼンターはタイガ。まずは高校生がどんなことにドン引きするのか、ドン引き行動トップ3、3位から。こちらです。
店員に対してタメ口や偉そうな態度を取る人にドン引き。これ多いんじゃない？分かる。これ多いんじゃない？これドン引き共感度は 67%。 いやもうまあ半分以上ですね。なんかこれ結構これが嫌だっていう人多いよね。嫌だ。これも本当だね。一人でご飯食べててなんか他のテーブルでもああいう会話聞こえるとなんか介入もあるみたいな気持ちになる、ね、あったもん。次はこちらです。ドン引き共感度 73%。お菓子を食べた後の汚れた手で人のものを触る。めっちゃわかる。めっちゃわかる。これね、コントローラーとかさ、そうそうそう。お前不敬を。油ぎっしになってる。こてつのままね。こういく人見なかった。こういってからこういく人。指舐めてる。一番嫌じゃん。そして最も共感度が高かったのは食事の時の行動です。こちら。うわ、分かる。ドン引き共感度 75%。 食事中にくちゃくちゃ音が鳴る咀嚼音。そしてちなみになんですけど、67% の高校生が自分の咀嚼音が周りに聞こえているかどうか気になっているそうなんです。分かる。あ、そう、俺もある。指摘されないと気づかないし、でも指摘しづらいしね。まあね。番組では咀嚼音を改善する方法を探し、その方法が効果的かどうか咀嚼音が気になっている高校生2人に試してもらいました。以前は音が漏れていましたが、アドバイスを受けた後はあまり音がしなくなりました。ぐっちゃんさんはと音がしていましたが、アドバイス後はと改善されました。なぜ咀嚼音が出てしまうのか、何なんだろうね原因は。口の構造に詳しい歯科医の広瀬智司さんによると、口をきちんと閉じることができないからだそう。ではなぜ口が閉じられないのか。その原因になるのは口呼吸をしている、歯並びが悪い、口の周りの筋肉が弱い、そして食事の姿勢が悪いの4つ。口呼吸になっている場合や歯並びが悪い場合は専門の医療機関での治療が必要ですが、口の周りの筋肉が弱いとか姿勢の問題であれば改善する可能性がある方法がございます。まず口の周りの筋肉が弱っている場合、これは自覚症状がないため自分で確認するのは難しいそう。しかし鍛え方はあります。口の形をすぼめて、うん、そして口を横に広げて、い、これを1日朝晩10回することで改善するといいます。そしてすぐに改善できるのは姿勢です。先ほどの2人の普段の食べ方を見てみると、ションさんは猫背、ぐっちゃんさんは背もたれにのけぞる形で座っています。まずぐっちゃんさんを見た広瀬さんは、肘よりテーブルの高さが高いと上向きの姿勢になって口を開けてしまいますね。そこで肘をテーブルと同じ高さにするようにアドバイスしました。すると上に向いていた顔が正面に。本当に？本当これ。その結果口が開きづらくなりました。続いてショウさんは、猫背にこうなると胸を圧迫したり気道を圧迫して呼吸がしづらくなりますので口が開いてしまいます。そこで3つのアドバイスを。まずは先ほどと同じように肘をテーブルと同じ高さにする。2つ目は、足の裏を全面床につけるということですね。確かにションさん足の裏が床についていません。わかる。この足やるわ。やる。足の裏全体を床につけないと飲み込むときに力が入りづらくなり口が開きやすくなるそうです。最後は腰を背もたれにつけるように深く座ることです。すると姿勢が安定しやすくなります。この3つを取り入れると
ションさんの咀嚼音は確かに減りました。ショーン姿勢悪かったね。僕は結構無意識のうちに猫背になることがよくあるんですよ。だから意識し猫背になってるって思った時にすぐ戻すようにはしてたんですけど、やっぱり姿勢を戻してでいい姿勢で食べると飲み込みがすごいいいなっていうのは感じましたね。なるほど、通りがいいというか軌道のあれが分かるんだ。ぐっちゃんさ、なんか変わった実感はある？なんか食べやすくなって、でなんか全然噛みやすくもなったし飲み込みやすくもなって、ちゃんとその体に咀嚼したものを入れるっていった意味での良さも出たんだね。音だけじゃなくてすごく綺麗だなと思ったら、すごく好印象だったね。バリューの真実。この後はイラッとする瞬間、プレゼンターは慎太郎。皆様1日にどれくらいイラッとしたりします？1回なのか。めっちゃいやでも結構イラッとするわ。一発イラッといっちゃったら些細なことでもイライラします。いやそう、分かる分かる。全国の高校生200人に聞いてみたところ、うん、なんと 87.5% の人たちがもっといると思って、週に1回以上イラッとすると答えたんですって。さらに全国の高校生200人のうち 91% がイラッとしたのがこちらです。何どうぞ。かなり、ね、通学などで、急いでいる時横に広がってダラダラ歩く人たち。めちゃくちゃいるね。わかる。いやまあもうこれね、そうよね。しかも広がってる人ってやっぱ歩くの遅くないなって。そうそう、会話してるしね。このイラッとは心理学的に言うとどういうことなのか。まあ、自分の中でこうあるべきとかこうしてほしいと譲れないものが打ち砕かれた時に怒りの感情として生まれますので、誰にでも起こりうる感情というふうに捉えていただいていいかなと思います。そう、譲れないものを打ち砕かれた時に起こるイラ、大事なのは誰にでも起きること。そこで小高さん自身がやっているイラッと解消法を紹介。それはイラッとしたことをノートに書く方法です。その名もデスノートです。解消法はデスノート。デスノートとは小高さん自身にどのようにするのかを演じてもらいました。イラッとするな。この日知り合いにイラッとした小高さん、メラメラと湧いてくる怒り。自分の都合ばっかり言ってきて自分勝手すぎるんだよな。イラッとがなかなか収まりません。そこで小高さんはさまざまな太さや色のマジック、クレヨンなどとリングがついたノートを用意しました。そして自分のイラッとした気持ちに合った太さや色のペンを選び、その気持ちを書き出します。うわ、ちょっとイラついてんな。この日小高さんが選んだのは黒と赤のマジック。感情に合わせた色を選ぶことは自分の気持ちをより視覚的に表現することができ、客観視することに役立つそうです。丁寧に書く必要はありません。感情に任せてどんどん書く方がいいそうです。これは心理学的に筆記開示と言われています。自分の感情をビジュアル化するとイラッとした気持ちと距離を取るきっかけになるそう。そして書き終わったら、そうノートから書いた部分を切り離します。そしてこれ破いてビリビリに破ります。あーこれ気持ちいいね。切り離したり破ったりして音を出すことがストレス発散効果に。ただ紙を無駄にしないようプリントの裏などを活用してみてください。最後は丸めて、うわー力入ってる、捨てる。こうすることで視覚的にもイラッとを手放すことを実感でき、
自分の力で処理できたという自己承認につながるのだそうです。なるほど。マジで小高さん、はい、そんなイライラされてるんですね、日常的に。溜まってるんですね。まあ、結構出前のことなんですけどね、結構こういうのでも繰り返し繰り返しやってきて、自分の中でこうなんか手放していくっていう作業を、はい、でも慣れてたよね。慣れてたね。なんかもう、いつもの感じが物理的に、ね、できるっていうのもいいですよね。最後は小高さん監修によるイラッとから分かるあなたの弱点チェック。この後見ていただくのは高校生200人の 69% がイラッとしたエピソード。そのどこにイラッとしたのかであなたの弱点が分かります。ではエピソードです。話題のスイーツショップに並んでいた時、もうちょっとで自分の順番というタイミングで、あ、またと前の人が後からやってきた友達を入れ、何それとイラッとした。あ、横入りね。このような割り込みをされた時、あなたは次の3つのうちどこにイラッとしますか？ A、 待ち時間が増えることにイラッとする。時間ね。あ、まあそうか。 B、 相手の態度にイラッとする。C、 ずるいと感じてイラッとする。この3つの中であなたが一番イラッとするのはどれですか？それでは結果を。 A の待ち時間が増えることにイラッとするを選んだのはメンバーではタイガとコーチの2人。小高さん、 A を選んだ人というのはどういうことが分かるんでしょうか？タイプは合理主義タイプです。合理主義タイプ。うまくいけばリーダーシップをですね取れるんですけれども、弱点としましては自分勝手だなというふうに思われてしまう可能性もあります。あ、めっちゃ俺だ。俺結構自分勝手って思っちゃうもん、自分のこと。あ、そう、うん、まあ、そういうとこある。まあ俺らあるよ。あるね。よく言われるなと思った。あ、なるほどね。自己中。自分にとって損かどうか、損だけは絶対にしたくないということが重要な価値観になってきます。なるほど。でもまあよく言えばスタイリッシュタイプ。よく言えばね。無駄を、すごくよく言えばね。無駄を嫌うスタイリッシュタイプ。続いてはジェシー、北斗、慎太郎が選んだ B の相手の態度にイラッとする。俺はもうその当たり前のようにその場を楽しんでる、その姿勢がダメなのよ。あ、お前後から来て楽しんでんじゃねえよ。そう、キュー。高校生からも入ってきた時になんか一言すみませんとか申し訳ない感じを出してくれたら、なんか友達が前にいたらその列に入りたい気持ちも分かるからいいと思うけど、気遣いがあるかどうかだね。 B を選んだ人は自己犠牲タイプ。自分を犠牲にしても人のために行動を優先してしまう。弱点としてはギブアンドテイクを強く求めてしまう傾向もありまして、自分がちょっとみんなにも低く見られたりするとイラッとしてしまったり、まあ、器が小さいなというふうに言われやすいかもしれません。まあまあそうね。ただし周りから頼りにされたり包容力を持った人なんですが、まあ、まあ B はだからまあ正義感強いタイプ。違う、だからなんでポジティブに言うの？小高さんが言ってくれた、小高さんが言ってくれたワードでいいから。別に、まあ、世界のヒーロータイプ。そうだ、そうだ、ヒーローだ。世界のヒーローとスタイリッシュ集まったら超強いでしょ。強い、相性めっちゃいいから。最後 C のずるいと感じてイラッとするを選んだのはジュリ。タイプはモラルタイプです。お、はい、弱点は融通が効かないなとか頭でっかちだなというふうに思われてしまう可能性があります。やっぱジュリは頑固タイプだね。なんで俺だけそういうふうに夢見がちな頑固タイプ。かっこよく言ってよ。夢見がち頑固タイプ。スタイリッシュとか世界のヒーローみたいなやつ。このタイプの良いところは自分の願望とか価値観をしっかりと持っている人なんですね。あ、そうか、そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日は高校生の皆さん、そして小高さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。
今日のバリューの真実役に立ちましたか？次回のテーマはこちら。番組からのお知らせです。高校生の皆さんで番組作りに参加してみたい人いませんかね？詳しくは番組ホームページをご覧ください。お待ちしています。ストーンズのバリューの真実でした。次回も見てね。